世界で初めての心臓移植は南アフリカの外科医クリスチャン・バーナードが行ったことになっている1967年12月交通事故に遭った24歳の女性から55歳の男性に移植されたただその3年前米国では驚くべき試みが行われていた ミシシッピ大学の外科医ジェームズ・ハーディがチンパンジーの心臓を患者に移植し患者は90分後に亡くなった移植が直接の死因ではないものの倫理上の議論が引き起こされたそれから60年近く経って飛び込んできた驚きのニュースであるアメリカメリーランド大は10日 重い心臓病の57歳の男性に豚の心臓を移植したと発表した世界初の手術を受けた男性の健康状態は今のところ良好らしい実はハーディーが物議を醸した後も動物から臓器を移植する一種移植が実地されてきたやがて臓器の大きさや 機能が人間に近い、豚が注目されるようになる最も,もその前に立ちはだかったのが拒絶反応である移植臓器に対し患者の免疫が反応して臓器の機能が失われ壊死してしまうこの反応を抑え人間の体に受け入れやすくする遺伝子を組み込んだ臓器の開発が進み今回の快挙につながった。 とはいえ直ちに移植用の臓器不足が解消されると見るのは早計らしい昨日のワイドショーに出演していた専門家によれば人に移植された豚の心臓が長期間機能するのは難しいあくまで人間からの同種移植までのつなぎと位置づけていた日本はもともと 欧米に比べて臓器の提供数が極端に少ない移植を待つ人の約3%しか提供を受けられていないのが現状である。異種移植の研究を進めるのも大事だがまずこの問題を何とかしなければ。